はい、こんにちは。YouTube コントリビューターズサミット2018から、もう一週間経ちましたね。早いですね。まあね、YouTube の方にも動画もね、バン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 投稿してますんで、どうぞご覧ください。そして、まあ、サミットの名残というか、手元に、使っていないお金、ドル紙幣が、若干あるんですね。まあ、これ、次回もあれば、まあ次回に使おうかなと思ってるんですけれど、ちょっとね、両替をしたいなと思ってます。普通、両替って、外貨両替っていうのは、まあ銀行の窓口で行うじゃないですか。なんとね、後から知った情報なんですが、空港に、宮崎ブーゲンビリア空港に、なんと外貨両替機というね、装置があるそうで、まあそこに行けばね、こういった、ドル紙幣とか、あと、これピカチュウのお財布に入った、硬貨とか、それをね、両替することができるっていう情報があったので、ちょっとね、今から、宮崎ブーゲンビリア空港、言いにくいな、宮崎ブーゲンビリア空港に行って、その外貨両替機をね、使ってみたいと思います。はい、宮崎ブーゲンビリア空港に来ました。このね、国際線の、エリアの一番端っこに外貨両替機があるということなんですが、ありますね。あの角っこ、自動販売機の片隅にポツッと置いてあるんですけれど、これだな。書いてますね。外貨両替。外貨両替機、ボタンをタッチしてくださいということなんで、ここに書いてますね。ドルも OK です。ちょっとね、試してみたいと思います。はい。ね、コインは入金できないんで、紙幣のみ16ドルあるんですが、これやってみます。日本語タッチ。はい。で、タッチします。で、同意する。外貨を日本円へ。で、入金額ということで、ここに入れます。まず、よいしょ。はい、入れます。はい、追加します。あれ、なんで。よいしょ、追加。はい、まだ追加できるのかな。はい、追加します。はい、これで OK。 入金処理中です。はい、これで、1016ドルが、1763円ということで、両替。はい、出てきました。ここ、全部硬貨ですね。あと、お金1763円出てきました。 OK です。はい、確認します。レシート、ここに書いてますね。1763円ですね。16ドルから、1763円に、両替されました。はい、これ1000円。そして500、600、700、10、20、30、40、50、63円と、はい、ぴったりね、両替できました。 OK です。